痩せたいならこれを食べてください。最強のダイエットフードをお伝えしていきます。この動画では1つ目、なぜ最強のダイエットフードなのか、2つ目、最強のダイエットフードはこれです、3つ目、4つのタイプ別レビューのご紹介、この順でお話ししてまいりますね。お役に立てる情報です。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますととても嬉しいです。それでは早速お伝えしてまいりますね。では1つ目です。なぜ最強のダイエットフードなのか、ポイントは2つあります。1つはあなたの腸内環境が整うから、2つ目は肝臓を元気にする材料だからなんですね。例えばですね、あなたの腸内環境がお悪い、どういうことかというと、デブ菌と呼ばれる悪玉菌が多くいらっしゃったとしたら、もういくらですねダイエットを頑張ったとしても、もう確実にですね効果が出ません。もしくは一旦落ちても必ずその先にはリバウンドが待ってしまっているという、その悲しいね状況に今なってしまうわけなんですね。ですからダイエットするためにはまずは腸内環境が整っていることがもう大前提なんですよね。どういう状態かと言いますと、痩せ菌と呼ばれるですね、もう善玉菌がもういっぱいです。もういつまでも居続けてくれる状態、そういった状態にやはりしてあげないと痩せ体質になることができないからなんですよね。過去の私も実はそうだったんですよ。もうデブ菌ばっかりがいてですね、もうデブ菌が好むものばっかりやっぱり欲しくなってしまうんですよね。もう最悪です。ですからあなたも腸内環境をまず整えることが大切ですよ。ということで、その整うために必要なものがもうたっぷり入っている食品ということになるんですね。でもう一つ目は肝臓でしたよね。肝臓がですね、やっぱりもう腸と同じぐらい大事なんですよね。肝臓が元気ではないとデトックスができないんですよ。もうどんどん悪いものを溜め込んでしまいますから太ってしまうんですよね。でそのためには肝臓の材料となるやっぱりタンパク質がですね豊富じゃないとダメなんですよね。ですからこの最強のダイエットフードはこの2つがですね、もうかなりの高い割合でクリアしている食材だからなんですよ。なのでこの最強のダイエットフードとは、腸内環境を整えてくれて、しかもタンパク質が豊富な食べ物なんです。では次です。2つ目、最強のダイエットフードはこれです。ということで、それは何かと言いますと、こちらです。大豆ミートなんです。よく畑のお肉と呼ばれるこの大豆ミートなんですけども、もうこれがですね、特に女性にとってはもう最強のスーパーダイエットフードになります。それはなぜかというと理由があります。こちら、まずもうとにかくダイエットの敵はもうこの2つと言われるほどの糖質と脂質が少ないんです。もうお肉と比べても格段に少ないということ、そして食物繊維がもうめちゃくちゃ豊富なんですよね。結果先ほどお伝えしました腸内環境が整う、もう大掃除することができますよということ、また痩せ菌の餌になるからとっても大切なんですね。そしてなんとなんとコレステロールがゼロです。ここ大事ですよね。いかがでしょうか。例えば健康診断ね、年に1回2回行かれる時にですね、あーまたコレステロール値先生から怒られるんじゃないのかなとか、あーまた数値が上がってた、もうお薬しかありませんなんて言われたら嫌じゃないですか。そこでそのコレステロール値が気になるあなたも、この大豆ミートを召し上がっていただくと、もう確実にその数値をねご自身でコントロールすることができるようになれると思うんですよ。そして最後、ここ大事、女性ホルモンを整えてくれるんです、この大豆ミートが。なぜかというと、その大豆に含まれる大豆イソフラボンが女性ホルモンと同様の、まあ、要は似た働きをねしてくれるということなんですね。でも私もそうですが、もう大体もう40代になったり、そしてその先50代ですよね、なってきますと、この脂肪をですね抑え込んでくれてた脂肪燃焼効果のあったこの女性ホルモンがですね、もうどんどん減ってるんです。悲しいですよね。でも悲しむだけじゃダメですよね。じゃあどうしたらいいかです。
補ってあげればいいんですよね。減っていくんだったら取ればいいじゃないかということです。ですからこの大豆ミートを取ることでこういったことがクリアできるということになるんですね。ですからそういった点を踏まえて今回私はあなたにお勧めしたいスーパーこちらダイエットフードは大豆ミートということになります。ではここから最後の項目です。3つ目、4つのタイプ別レビュー紹介ということで、あの大豆ミートってね、いろんなところから出てますよね。もう本当にいろんな今種類が出てますし、最近あのよくもコンビニでもお惣菜にこの大豆ミートを使ったあのビビンバだったりとかロコモコとかなんかいろいろね、もう各社コンビニもこぞってこの大豆ミートを使ったお惣菜出していらっしゃいますよね。それだけやはり健康志向がやっぱり高まってきてらっしゃるんだなと思うんですね。で、私は別動画でその大豆ミートのご紹介をした時に業務スーパーで選んだ大豆ミートということでもお伝えしてるんです。で、その時にお伝えしたのではなくて今回は何をですねご紹介したいかと言いますと、私の大好きな大好きな無印良品さんでなんと4種類もですねこの大豆ミートが手に入るんですね。で、早速私もうあなたのために先ほど購入してまいりました。こちらですね、この袋もね大好きなんですけれど、ちょっとテープがついてるのでちょっと切らせていただきますね。ちょっとお待ちくださいね。ちょっとテープを切ってよし、いきます。では3つあるんですけれども1つずつご紹介していきますね。で、あのもちろん今までねご紹介していた業務スーパーさんの大豆ミートと大豆ラボさんから確か出てたと思うんですけれども、大豆ラボさんの大豆ミートもねすごく使いやすいんですよ。ただあれはですねドライ製法なのでその乾燥タイプなんですよ。なのでちょっと使うまでこう戻したりとか一手間ねかかるんですよね。ところが今からご紹介するこの無印良品さんの大豆ミートは乾燥なねドライパックじゃないんですよ。こちらレトルトパウチ食品なんです。じゃあまず一つ目ご紹介しますね。私がですねおすすめしたいもう一押しからお伝えしていいですか。もう第1位みたいな感じで私一押しからじゃあ今回お伝えしますね。4つあるうちのもう一押しはこちらです。無印良品の大豆ミート薄切りタイプなんです。1袋で 80g 入ってますからだいたい2人から3人前ですね。だいたい3人分こちらで使えるということなんですけれども、大豆タンパクを使い肉のような食感と味に仕上げました。炒め物などに使いやすい薄切りタイプですということで、実はこちらねもう味付けしてあるんです。で、私がなぜ今回これをあなたにお伝えしようと思ったかと言いますと、化学調味料そして合成着色料や香料がね不使用だったからなんですね。私一瞬ですね味がついてると知った時にああどうかなってね心配だったんです。もしかしたら調味料かっこアミノ酸などと書いてあるような化学調味料が使ってないかなってそこだけが心配だったんですよね。でも入ってないということで今回こちらお伝えしているんですけれども、もう大豆タンパク加工食品加工品になります。で、こちらはですねレトルトパウチ食品なので本当にこう柔らかいねままなんですよ。見えますか。あと写真だけで申し訳ないですけれども柔らかくって、実はねこのまま食べれちゃうんですよ。味がついていて食べれてしまうんですが、やはりここで一手間ですねされるともうさらに美味しい一品になります。もう私はもう本当にキャベツとかもうお野菜とかでパパパッと作れる野菜炒めですよねをこの大豆ミートの薄切りタイプで作ってみたんですよね。めっちゃくちゃ美味しいですよ。お肉だってねもう感動の一品でしたね。もう多分言わないと分かんないですよ。あなたもですね例えばご家族にお料理ね作って差し上げるときにもう何にも言わずこうダーッとくるんですよ。しお子さんとかで今日はね豚肉の炒め物よなんて言ってちょっとねサプライズで作っていただきたいんですよね。そして皆さんが食べてあ美味しいねなんて食べながらこれ実は大豆なのよって
お豆よってちょっとねお子様たちとかご家族をねびっくりさせていただきたいんですよね。もう私の娘にねよくします。で娘もえっとかね言って驚くんですけれどもなので楽しいですよね。ちょっとこう日常生活とサプライズ入れてみてください。すごくこれはねもう一押し、なんか4つあるんですけども、最初から1番目ねあなたに一押しをお伝えしました。ではどんどん参りますね。まあ、これは私が勝手に個人的にね一押しなので1位とか言いましたけれど、いいんですよ、今回はランキングじゃありません。もう4つのタイプを順番にお伝えしてますからね、楽しみにしてください。では私が個人的に第2位と思っているのはこちらです。大豆ミートひき肉タイプです。でこちらも1袋あたり 80g 入っていまして、だいたい 2-3 人ですよね。で大豆タンパクを使いも同じです。肉のような食感と味に仕上げましたということで、炒め物などに使いやすいひき肉タイプですということで、こちら本当にね封を開けてみますとお肉です。お肉ちょっと火を通したひき肉みたいな感じなんですよ。でこちらも味がついてますから、もちろんこのまま食べてみても良いんですが、ちょっとひき肉だけ食べれてないですよね。やっぱりちょっとそぼろ丼とかですね、もしくは麻婆豆腐とかそういった時にそのトッピングで使われる時にですね、あそうそうこれ書いてありますね、すいません、麻婆豆腐、ミートソース、担々麺などのお料理にご利用いただけますということで、こちらもねレトルトパウチなんですね。1袋が 80g でしたよね。そうそう、でもちろんもう一切その化学調味料などは先ほどお伝えした通り入っていません。で私はもうこれ本当ねオートミールを使った丼の時とかも使いますし、これめちゃくちゃ使いやすいです。でこれもですねしっかり味付ければもうお肉となんだね大差はない。もちろん開けた時にちょっとこう大豆の香りはするんですけれども、もうお料理をしてしまえばですねそんな大豆の匂いも気になりませんし、これもですね先ほどお伝えした通り、すいません興奮しちゃって、サプライズしてみてくださいね。お肉ですと言って食べさせて差し上げてくださいご家族に。なので私は第2位、個人的には2番目に好き気に入ったのはこのひき肉タイプでした。ではどんどんいきます。私がですね次お伝えするのは残り2つなんですけれどね、ちょっとお伝えしますけど、すいませんちょっとね残念だったのは、ちょっとこのまま食べると私の感覚ではですねちょっと無理って思ったのでちょっとご紹介しますね。3つ目3位はですねこの大豆ミートのハンバーグです。でこちらがですねこのハンバーグの大きさがですねこれぐらいなんですけれども、1つ入ってる1個コロンって入ってるんですよ。で、あ、可愛いなと思って1個入ってるんだと思ってですね、実はこちらも味付けしてあるので、その温めるだけで食べれますって書いてあったので、あ、そうなんだと思って温めるだけでこのまんまね味付けせず食べてみたんですよ。やっぱりねちょっとね私の個人的な意見としましては、例えばこう和風でしたらこう大根おろしとポン酢とか何かしらのトッピングをされると良いと思います。要はソースをやっぱりねかけられると食べやすいと思うんですよね。でこちらにも書いてあって、デミグラスソースやオニオンソースなどお好みのソースと合わせてね召し上がってくださいねって書いてありますから、ぜひそうしてくださいということで、私の中の第3位は、ハンバーグでした。こちらも同じです。1袋 80g 入っております。ではいよいよ最後なんですけども、こちらです。大豆ミートミートボールです。でこちらは1人分なんですけども、先ほどのハンバーグもそうね1人分って書いてますよね。で 80g 入ってまして、ほんとこんなねコロコロしたミートボールが入っているんですけれど、こちらも味がついてるんですね。なので温めるだけで手軽に食べれますということで、このお味がね味覚にこう合ってらっしゃる方は、お好みに合ってらっしゃる方はいいと思うんですけれども、私はですねやっぱりちょっとこのままではうーんっていう感じだったので、やはりそのトマト煮込みとかですね、シチューとかあんかけとか、私は酢豚のその豚の代わりにちょっと入れてみたりとかしたらいけましたね。結構味が濃い酸っぱい甘酸っぱいみたいな味がいけました。多分カレーとかにもいいかなと思うんですけれども、ちょっと味のですね強いもの
と合わせると食べやすいと思いますので、ぜひあの味、まあ、お好みでいいんですよ。このままね、そんなに先生言うならちょっとこのままでチャレンジしようかなとかね、勇気のある方は召し上がってみてくださいね、ということです。さあ、この動画のまとめです。1、なぜ最強のダイエットフードなのか。それは無添加であったり、腸内環境を整えてくれたり、そしてまた必要なタンパク質があることで肝臓が元気になって痩せることができるんですよってお話でしたね。そして2つ目です。最強のダイエットフードはこれ、ということで、もうズバリ大豆ミートでしたね。そして3つ目、4つのタイプ別レビュー紹介ということで、今回は無印良品さんで購入してまいりました4つのタイプの大豆ミートでしたね。でそれぞれ普段のお料理のレシピに合うものをお使いなさると良いと思うんですが、その乾燥のドライタイプの大豆ミートとは違って、結構しっかり味がついておりますので、アレンジするまでもなくそのまま食べれるんですが、場合によってはソースをかけたり煮込んだりと、あなたのペースでアレンジしてみるのもいいですよ、ということでしたね。さあ、この動画ではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。ぜひお役立てください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。